おいっす、こんにちは、東大生実況者、しゅんです。今回はですね、ドット勇者の、最強キャラランキングに物を申すということで、やっていこうと思うんですけれども、このゲーム、最強キャラと言われたら皆さん誰を想像しますかね？はい。いろいろいるよね。軽く出せる白星とか、やっぱり光と闇かな？はい。デバフかけるクロスとか、タンクというか回復が強いカロンダのテミスだの、あるいはね、配布できるフレイヤであったりだとか、軽くバルキリーであったりだとか、いろんなキャラクターいますよね。はい。で、僕も、一応神話12体かな？はい。12体。結構持ってますよね。一応美化金というか、よく当てるために2000円ぐらい、ダイヤをチャージした記憶がありますね。それ以外は、特に課金してないんですけど、はい。で、結構ね、このゲームで、こいつ当たったんですけど強いんすかみたいな。例えば何でもいいですけど、クロス当たったんですけど強いんですかとか、聞かれたりするんですけど、結論ですね、弱いです。で、弱いってのはクロスが弱いって意味じゃなくて、星5ですね。はい。星5のクロスが弱いという意味ですね。はい。で、例えば、星5だと、これ、戦闘力が3万ぐらいしかないんですけれども、星6に上がると、なんと、2倍近く上がると、めちゃくちゃ上がるんですよ。で、なんでこんな上がるかって言ったら、限界突破すればですね、その分ステータス上がるんですけど、それに加えてレベルの上限まで、上がるんで、最終的に、例えばこんなね、感じで、神話とかもたくさんいますけれども、で、ベリットとか、強いと思うんですよ。強いと思うんだけれども、防衛タイプとしては、こいつレベルマックスにしても、僕のグルートとかだったら、一応、4突してて、HP が装備とか込みだけど、40万近くあると。で、多分、ベリットの場合だと装備込みでも、10万は切ると思うんで、弱いんですよね。はい。図鑑だと一応これ HP 2万8000というところで、無突だと使い物がないと。ゆえに、キャラ評価を当てにして、このキャラ強いとか、というのを当てにしてですね、その無突の光とか闇の英雄、あるいは神話なんでもいいですけど、種類を増やす、みたいなことをしても意味がないと。絞った方がいいんですよね。はい。で、じゃあ絞るためにはどうしたらいいかって言ったら、それはですね、課金するんだったら、もう絞らなくてガンガンガチャ引いたりとかして交換しまくればいいんですけれども、無課金、美課金の人にとっては、やっぱり、育成するキャラクター、6体まで使えるんで、その6体を絞る必要性があるのかなというふうに思います。で、だから、入手しやすい神話英雄をですね、神話英雄の中で入手しやすいって言った方がわかりやすいかな。はい。を育てる必要性があって、そちらがこんな感じになっておりますと。一応上の方が入手しやすめにはなってるかなというところで、見ていきたいんですけれども、まずですね、常設の交換というものが、一応こうガーってありまして、いろいろあるんですけれども、この中で一番この深海昇天と言われるスゴロクですね。はい。スゴロクを、適当に潜ってたら、これ多分つくたびに100かな、100ぐらい深海ポイントなるものがもらえます。おそらくこれガンガンやっていくと、そうですよね、深海バッジみたいなのも増加していきますんで、もうスゴロクは絶対やった方がいいです。で、このジンであったりだとか、こいつ名前忘れた、ウィンターか、ウィンターと、そして、彼らがこれ、交換期間とかないので、常に、交換ができると。で、僕も今交換できるんですよね。はい。なので、ウィンターの突進めようかな。はい。進められるというところで、いい感じだと思います。で、さらに、このジンに関しては、今イベントをやってる、僕ちょっともう交換しちゃったんですけど、なんかで確か交換できたはずなんで、こいつと霊狼と、あとレイヤーだっけ？レイヤーを交換できたはずなんで、ジンはすごい入手しやすさって言ったらナンバーワンかなというふうに思います。で、あとはですね、時空の参加。これあんまり、一応報酬が結構うまいなというところで、スキップできないんで、あんまり、僕進めてないというか、途中で終わってるんですけれども、こちら、ですね、クリアするとですね、時空対談なるものができて、で、途中までは、一応これも悪くはないですよね、報酬として。悪くねえなと思ったんだけど、どうやらバルキリー以降ですね、これ星5が確定でもらえるみたいですね。はい。これやばくないですか？はい。なんでこいつら全員もらえ、多分だけど、今んとこ、バルキリーとヘルが、もらえるというふうに書いてあるので、この後のエリーナであったり、ベリット、で、シシニナ、クロス、そしてトレアドルが、入手しやすいと。で、特に、この前半ですね、こちらのバルキリーとかヘルは使いやすいと。逆にこっちとかになってくると、結構、多分難易度高いでしょうから、難しくはなってくるんでしょうが、バルキリーやっていきましょうかね。超高難易度みたいな書いてあったんですよね。やっぱ。どうなってんだよ、この戦闘力。
バケモンですね。はい。ちょっと戦っていきましょうか。で、あとは、まあ、イベントで手に入る、まあ、陽光、まあ、フレイヤー。で、こいつ何だっけ、忘れた。まあ、エルフの自然系とか、まあ、そこあたりっていうのが、まあ、使われているかな。こいつ名前何だっけ名前忘れちゃった。はい。で、逆に、その下のやつですね。まあ、一応そのピックアップガチャとかもありましたけど、あれ、まあ、多分、27000ジェムぐらい使うのかな？忘れたけど。多分、3万ジェムぐらい使うんで、そこそこ課金しないと多分入手無理だと思うんで、まあ、ピックアップは乗せないでおくと、まあ、やっぱり、下記のキャラクターってのはあんま見ないですよね。まあ、カローンとかテニスとか、すげえ強えなって思うけど、まあ、実際闘技場とかで使われているところってのは、まあ、ほぼほぼ見たことがないですね。ジルとか。あと、白星か。とかも、うん、たまにいて、めちゃくちゃ強いけど、基本そんな見ないんで、まあ僕のその肌感っていうのも、まあ間違えてないとか、まあ入手しにくいのはあんま見ないな、というふうには思いますかね。はい。で、まあこれ普通にいけそうっすね。なんかレベル高かったですけど、まあ、なんなんだろうね。これ装備つけてないとかかなっていう感じで、まあコンピューターのレベルあんま当てになんないんだよね。え、負けたの？あ、5ターン以内が一応達成できなかったんだ。めんどくさ。めんどくさ。いけると思ったのに。まあ、一応飛ばせないから、はい。まあまあ一応多分、ある程度育成したらいずれ行けるでしょう、というところですね。はい。で、まあここからは、まあ育成方針ですね。のイメージからすると、まあ、これ多分まだやってますよね。フレイヤは、誰でも、一突ですね。要するに星6にはできるというところで、やっていきたいですし、あとその貿易でね、限定以外のこういうね、2日で更新とかで、まあここら辺はあんま意味ないけど、こういうやつですね。はい。これは、あれかな、ガチャ引いて、星3とか砕いたらできると。で、できるだけ、もう光と闇以外は交換しない方がいいというか、この、なんだろう。例えば、フレイヤとか、ベリットかなとかも強いですけれども、まあ、あと2000プラスした光と闇なんで、確率で言ったら、これ1対3の確率なんですよね。まあ、なんで、こっちした方が絶対にいいです。なんで、光と闇が交換できるとかは光と闇で、まあ、それがなかったら、まあ、水だの。だから要するに深海とかだったら、まあ、光と闇できないので、あれですね。まあ、水など、こういうのを交換していいというとこなんですけど、まあ、他のやつは、ちゃんとやった方がいいというとこかな。はい。まあ、なんで、これで、まあ、フレイヤね、僕は突しましたけど、まあ、突進めるというのは、まあ、ありなのかなと。まあ、ここら辺でね、まあ、見て、育ってるキャラクターを判断するっていうのも、悪くはないかなと。で、あと、例えばこういうので、これなんだと。なんなんだ、栄養ポイントってなんなんだって、じゃあ、このね、ポイント、プラスってあるんで、これ押せば、なんかね、進むで、あ、これやれば入手できるんだ、みたいな分かったりするんでね。あと、頂上焦点は、ランカーというか、全サンバー256位とか入ってないと、多分入手できないんで、意味ないっすね。はい。で、ここら辺もあんま意味ないかな。あと、あれだね。電動焦点。これ結構やってる人多いと思うんですけど、こちらやっていくと、まあ、サイコロが手に入るんで、それで深海がプラスになるっていうところと、あとね、これ、ボットが結構いて、更新っての押すと、このランキング乗ってるじゃないですか。例えば僕の場合、シュンと左に81位って乗ってるんですけど、この電動ガーディアンっていうのは、これボットですね。はい。で、ボット相手だと、まあ、戦闘力とか、拮抗してたら、まず間違いなく勝ってます。まあ、なんでこれで、ランク上げていくっていうのは、悪くないのかなと。いうふうに思いますね。はい。で、育成方針は、なので、回復キャラクターはですね、フレイヤ一択で、あとはいらないです。はい、正直言って。はい。で、続いて防衛なんですけど、このゲーム、まあ、図鑑で見た方がいいかな。防衛キャラクターが、まあね、サービス始まった時の動画でも言ってたんですけど、少なすぎるというか、まあ、神話勇者が5体で、伝説が1体しかいないんですよ。で、まあ、こいつらの中で一番突しやすいのはウィンターっていう感じですね。で、次にベリットで、で、その次はまあ確率的にはパンクかな。パンクで、で、逆にタナトスと、まあ、ジルはほとんどもう突しないんで、廃課金専用のタンクだと思った方がいいです。ということを考えると、まあ、ほとんどの人はグルートをですね、育成して、で、深海の、なんか、交換所で、ある程度ウィンターの突が進んだら、まあ、ウィンターをですね、これ再生というボタンがありますから、まあ、50ジェムで、一応全部回収できるんで、まあ、そういう回収していってやるといいんじゃないかな。はい。これで、まあ、一応、あれかな？こういう経験値だの、ダイヤだのっていうのが、まあ、回収できるので、まあ、再生は、ま、気軽にやった方がいいのかな、というふうには思いますかね。はい。で、まあ、運が良くて、偏ったら、ま、ベリットを育てるみたいな感じかな。ベリットが一番強いかな、というふうには思いますね。はい。で、あとは、ま、攻撃系の、あと4体ですね。はい。まあ、タンクと回復。で、残り4体をだいたい火力にしてる人が多いのかな、と思います。で、
まあ攻撃タイプか魔法タイプかどっちかから選ぶっていう感じなんですけど、まあここら辺無課金の人とかだったら妥協して、まあ軍ロズであったりだとか、まああとは、まあ特にトツが例えばあんま進んでないよとアタッカーの中でっていう感じだったら、僕だったらまあ軍ロズと、だと、エランドと、そして、アリス、あたりを、まあ、伝説勇者の中から選ぶかな。で、あと、誰でももらえた異霊やあたりを、まあ、使うかな、っていう風には思いますかね。はい。っていう感じっすかね。はい。まあ、そこら辺あんま語らなくていいかな。まあ、アタッカー強いんでね。はい。で、あと、モナに関しては、意外と闘技場とかで刺さったりして、で、なんでかって言ったら、こいつ、なんかね、防衛キャラクターにすごい強いんすよね、確か。なんか、防衛に対してどうのこうのみたいな、なんか、タンクに対してどうのこうのみたいな、なんかあったような気がするんですけど。あ、なかったかな。覚えてない。あ、これか。前方にいる敵に物理ダメージを与えて、で、火傷も付与して、あ、これか。レベル2にしたら、防衛タイプの場合、ダメージが 25% 上昇すると。で、さらに、これ、まあ、火で、で、グルートと、まあ、相性が悪いんですよね。で、グルートであったりだとか、まあ、あるいは先ほど言った通り、ウィンターあたりですね。ここら辺がすごい、闘技場でタンクとして見て、やっぱ入手しやすいから見るんですよね。で、そいつに対して一応メタ張れるんで、そういう意味では、闘技場のために育成するのはありかなというところで、まあ、僕はイベントでね、モナとレイローと、そして、ジンが、ま、交換できるというところで、まあ、モナを選択した根拠っていうのは、そこになっておりますかね。で、闘技場でたまに、なんか、まあ、使うって感じかなというふうには思いましたね。ただ、普通にストーリーとかだと、まあ、やっぱ単体攻撃より全体攻撃の方がいいので、まあ、クロスとかを使ってるっていう感じですかね。はい。まあ、クロスとかフレイヤーっているだけで、なんか、敵の速度をですね、5% 落とすとか、こっちも10、これ 10% かな ?10%。どっか多分落とすはずなんで、これかな。あ、5% か。5% 落とすみたいなので、最大、まあ、2スタックぐらいして、まあ、10% 落として、先手取られることはほぼないんで、結構ありっちゃありだけど、まあ、最低限、2突かな ?2 突はしておく必要性があるというところで、で、ガンガン進んでいこうと。なんで、無課金、微課金はね、やっぱ光と闇は、2体ぐらいもあるじゃないですか、育てられるのは。で、本当の理想で言うと、全部光と闇っていうのが、まあ、防衛も、まあ、光と闇のタナトス値使って、みたいな。で、攻撃も光と闇なんですけど、実際問題として、まあ、コストが、やっぱ星アップのコストが重すぎるんですよね。ここら辺も、いろいろとね、やっていかないといけないんで。結構、まあ、育てるのはしんどいかなという感じです。ということで、今回は、ま、一応ですね、まあ、使用率みたいなの見るのもいいんですけど、やっぱ育成できないんで、このゲームやっていくと、まあ、絞らないといけないかなというところで、まあ、絞るんだったら、まあ、どうせだったら、その、入手方法が多いキャラクター育てた方がいいんじゃねっていうお話でした。もちろん、確率が偏ってね、ガチャ引いて、偏って、なんかが一卒したとかだったら、まあ、そいつ育てるって言って、まあ、限定というかね、日によって一週間ぐらいで変わる交換所あると思うんで、まあ、その交換所で交換していくのがいいのかなというふうに思いました。で、ガチャ引いていくけどっていう感じかな。はい。ということで、今回の動画は終わります。面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。